近畿の水亀、琵琶湖がピンチです。水位が最大マイナス66センチを記録しました。27日午前8時50分時点で琵琶湖の水位は最大マイナス66センチで、おととし記録したマイナス69センチ以来の低水準だということです。滋賀県によりますと、降水量の減少が原因とみられ、9月は平年のおよそ半減、9月、109ミリ平年、204ミリ、 平成5年から令和4年の平均、10月だと平年の7割程度に、今年10月、107ミリ平年、142ミリ、とどまったことから、水位が直近1ヶ月で2日おきに1センチのペースで低下していたということです。こうした状況に、湖に沈んでいた坂本城の石垣が出現。今後、水位がマイナス90センチに達すると、 国交省が近畿各地での取水制限を検討することになります。県は27日、今後さらに水位が低下する恐れがあることから、水位低下連絡調整会議を設置し、環境や生活への影響を調査するとともに、今後の対応を決めるとしています。